久保建英がレアルマドリードの試合に先発出場。見せ場を作るも途中交代し、チームも 0-3 で完敗。久保の評価は一体どうなのか。海外の反応をまとめました。竹久保が、親クラブにどれくらいやれるか、せっする時間だぜ。俺はロドリゴより久保の方が好きだ。竹はより技術的な才能がある。竹久保はまだレアルマドリーの基準から、大きく下回っている。竹久保は、ラージュかヘタフェにいない限り、マドリーでのチャンスはない。レアルマドリーは竹久保に、チャンスを与える必要がある。ロドリゴは、来季の右ウィングのポジションを確保するために、久保を倒しに行っている。竹久保はレアルマドリーのレベルにない。竹久保は素晴らしい選手、連れて帰れ。竹久保はなんと良かったか。彼らはいい選手がいる。特に竹久保は、マドリーを常に苦しめた。竹久保はマジで興味深い。来年はチームにいることを願う。マドリーの竹久保という子が好きだ。竹久保の実力はどうなのか、これは来季に向けて挽回しなければならないものの一つだ。フロレンティーノがアカウントで何を言っているのかを見てくる。この試合の後、竹久保が戻りたいと言うなら、それは普通以下の話だ。なんという飼い殺しをするつもりだよ。マドリーでプレーして、マジョルカの選手たちの死体に面と向かって、クソをすることができたら、どんなにいいか。唯一、竹久保以外に。レアルの試合を利用して、竹久保のフットボールを満喫した。彼は素晴らしい選手だ。素晴らしいボールコントロールとフィニッシュ、そして俊敏だ。来季から竹久保の宣伝活動をするよ。竹久保は素晴らしいが、フィジカルが弱い。ピンタスト1年やれば獣になれる。しっかり賛否両論でした。全部跳ね返してほしい。